脳の餌の電気編なんですけど脳ってさっき言った一番最初にやったニューロンがあってここでこうシナプスで繋がってますとでカルシウムとかナトリウムとかっていうイオンでこう電気回路でこう流れてますとで脳の信号はイオンですと例えばこう蚊に刺されましたとかあ冷,たい冷たい手が触ってなった時に皮膚の下を電気がこう流れて で電気信号あかが刺したかよいなとか、あ、冷たいなっていう情報が流れるんですね。で触っただけで信号、電気が脳に行ってるとで。脳に電気が入ると、この脳が活性化すると。別に脳に餌あげるのに充電してコンセントに刺して脳をこう電気入れるかとうそういうんじゃなくて、この触,触るだけで電気信号が行くとで。電気が入ると脳が活性化しますというのがあります。で 脳の餌のあげ方の電気編が何かっていうと、この、ちょっとまだ皆さんやんないでもらいたいんですけど、頭をですね、こうトン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 ってこうやるんですね。ちょっとコツコツ音がするぐらいの気持ちいいなぐらいのこうしてあげるんですね。横とか上とかってこうやってあげると。そうすると全然こう活性化するんですけど、まず何もやらずにこう力を入れますと。はい。もう一回いきます。はい。ありがとうございます。 そしたら、トン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 ってこう、ですね、10回10回ずつぐらいに、コツコツこう音がするぐらいですね。気持ちいいなぐらいので。そうすると電気がこう流れますと、はい、はい、ありがとうございます。で、近いでくはい。わほら <laughs> すごいありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。っていうので、この、コン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 ってこうやるだけでなってくるので、 例えば、なんか眠いなーって言った時に、まあちょっと寝られればいいんですけど、寝れない状況の時にはコン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 ってこうやってあげると。そうすると、脳がスッキリしていきます。